スターリングポンドはイギリスの通貨。通貨単位としてのポンドは本国を急創四国とするイギリス連邦諸国で用いられエジプトなどでは現在も用いられているが単にポンドというと通常イギリスのポンドのことを示す。通貨記号はポンド、国際通貨コードはイギリスポンドであるが STG とも略記する。保証としてはポンド、スターリングの他に クイドが用いられることがある。日本ではイギリスポンド、または A ポンド、UK ポンドと呼ばれることも多い。補助単位はペニーで1971年より1ポンドは100ペンスである。US ドルが世界の決済通貨として使われるようになる以前は、イギリス帝国の経済力を背景に国際的な決済通貨として使われた。イギリスの欧州連合加盟に伴い、 ヨーロッパの共通通貨であるユーロにイギリスが参加するかどうかが焦点となったが、イギリス国内に反対が多く、通貨統合は見送られた。対日本円で変動相場制を採用している。以前の固定相場制の頃は、当初1ポンド1008円、後に864円だった。なお2007年1月下旬に、1ポンドが241円40銭だったが、 2007年3月2日には226円95銭と1ポンドあたり約14円も下落しているように為替変動の幅の大きい通貨である。2007年6月は約240円246円で推移し、7月に入ってからは一時251円に達した。その後サブプライムローンショックによる影響も大きく。 徐々に下落して2008年3月17日には192円台を記録。ポンド安が落ち着いたところへ、9月からの世界、金融危機により徐々に大きく落ち込み、2008年10月に一時138円台にまで落ち込んだ。さらに2009年1月23日には、1995年4月の史上最安値を14年ぶりに更新し、 初めて118円台に突入。18ヶ月で、ポンド、円レートが133円、半値以下まで下落したことになる。2016年のイギリスの欧州連合離脱税費を問う国民投票で離脱派が多数になったことから、ポンドと自国通貨との両替を取りやめた両外省が多発した。イングランド銀行が発見するポンド通貨はイングランド及びウェールズにおける 法定通貨である。ただし、スコットランドの商業銀行である、スコットランド銀行、ロイヤルバンクオブスコットランド、クライズゲール銀行も、歴史的に発見を認められており、法定通貨ではないがスコットランドでも流通を承認されている。また北アイルランドのアイルランド銀行などの商業銀行も発見しており、事実上、連合王国を構成する四王国の全領域で、 通用する。さらにマンシ島、チャンネル諸島、ジブラルタル、フォークランド諸島でも独自にポンド通貨を発見している。これらはイングランドやウェールズでは法定通貨とは認められていないが非合法なものではない。イングランド銀行の発見する紙幣は現在1、日本土が硬貨として発行されているので、 死中に流通しているのは5ポンド、10ポンド、20ポンド、50ポンドの4種類だけである。すべてイギリス国家元首であるエリザベス女王が表面に印刷されている。現在の紙幣は2005年7月に発行されたシリーズ E。裏面に歴史上の人物が描かれている。現在の1ポンド効果王立造幣局にて発行されている効果は 1>, 1ペニー2.50.2050ペンス1.2ポンドの8種類である。2008年より2ポンド硬貨を除いた7種類を統合的にデザインしたものに一括変更する旨が発表され2008年夏から順次流通する。英国の紋章を各効果ごとに分けて描き、それを並べると1枚の画像となるようにデザインされている。 現在の1ポンドコインが発行される前の硬貨には、その全体像が描かれていた。理面のデザインは硬貨ごとに違っており、2007年までの発行文は、下記の通り。すべての硬貨の表面には、国家元首エリザベス2世と称号のラテン語訳、神の恩寵による女王、信仰の守護者、エリザベス2世と刻印されている。なお、この他に、 急通貨システムによるクラウン銀貨やソブリン金貨、それにマンデーマネーと呼ばれる1ペニーから4ペンスまでの4枚硬貨セットが発行される場合があるが、いずれも流通用ではなくコレクター向けのアイテムである。また、デシマル制度実施直後には1、2ペニーの小さな銅貨も流通していた。従来は1ポンドイコール2 4シリングイコール240。 ペンスであったが、計算時に混乱しやすいため、1971年2月13日に1ポンド、イコール100ペンスに切り替えられた。イギリスとアイルランドで、通貨補助単位の変更を行ったこの日をデシマルデーと称している。古い補助貨幣はこのほかクラウン、フローリン、グロート、ギニーがある。1クラウンイコール5シリング、1フローリンイコール2シリング、1グロートイコール4ペンス。 一ギニーイコール二十一シリングに相当した。イギリスでは、1817年に、ソブリン金貨が、本位金貨として鋳造され、この金貨を一ポンドに流通させ、自由鋳造、自由誘拐を認める、唯一の無制限放火としたが、ギニー金貨も引き続き流通することになり、この時、価値が二十一シリングと定められた。ちなみに一ポンドは前日の通り二十シリングであった。 第一次世界大戦後にアメリカが衆国ドルにとって変わられるまで世界で最も信用の高い国際通貨であった。通貨名は古代の銀貨の質量に由来する。8世紀にマーシアのオファーがフランク王国のドゥニエ貨幣に習って1ペニーウェイトの銀を含む銀貨を鋳造したのをはじめとする。ただし当時の1ポンドは現在の1ポンドとは質量が異なる。 ポンドを表す記号ポンドは、1ポンドにあたる、ラテン語、リブラの頭文字に由来する。スターリングシルバーという言葉が使われるが、これは、イギリスの銀貨と同じ品位の銀を表す言葉である。イギリスポンド、アメリカドルにおける1分ごとの値動きの0ポンド、ベイドルの通貨ペアの取引量は2016年の時点では、ユーロ、ベイドル、ベイドル、円に次いで3番目に多いが、ポンドは、 取引のほとんどが、投機資金によるものであり、輸出入による、実体経済の為替需要が少ないことに加え、貨幣の流通量が少ないために価値が変動しやすい。FX の相場においては、相場の進展の速さと価格の変動幅の大きさと、不規則な値動きで有名であり、予想を外した場合に損切りを素早く確実に行う、ことが求められる。 熟練者向けの通貨であると言われている。この相場で生き残ることは難しく、たった一回の取引で破産に追い込まれるケースが多々、あることから、ポンドは別名、殺人通貨とも呼ばれている。実際の取引においては、1日の最高値を更新した後に急落し、最安値を更新するといったような売買タイミングの判断ミスを誘うような騙しと呼ばれる意表をついた値動きが多く、 不規則な値動きをするため、ギャンブル性は高い。平時の米ドル円価格の変動幅は多くても1日に1円程度だが、ポンド円のそれは急激で、1日に2から3円程度、動くことも珍しくなく、イギリスの欧州連合離脱是非を問う、国民投票など、大きなイベントが起こった際の変動幅も大きい。このように、トレードを目的とした場合にはリスクが大きいが、 損切りさえ徹底できれば他の通貨よりも短期で大きなリターンが期待できるため好んでポンドの取引を行う者も,もいる。基本的に値動きの不規則性が強いがポンド円はドル円を介して価格が計算されるためドル円の値動きとある程度の相関がある。スターリングポンドは世界各国において外貨準備として用いられている。各国主要通貨との比率推移は 以下の通りである。外貨準備における、主要通貨の比率の推移、アロングスイドザ、ニュージーランドダラー &US ダラー、ハットアジアパシフィックレビュー2003、0二 p 2 4 5 1 8億6217万398、https、w w w エルムーンド S、アンダルシア2 0 1 7 1 1零六 5 a 0 0 2 2に5し4億74129158万ビット 45a6 html ハットアロングスイドジンバーブウィンドルユーロ US ダラーサウスアフリカンランドボツワナプラインディアンルピスオーストラリアンダラーズチャイニーズユアンアンドジャパニーズイエンザユーダラー has been adapted アズザオフィシャルカレンシーホールガバメントトランザクションス 水道管理事務規定第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件セキュリティバイデザインエイクローサールクアットバンクオブイングランドノーツ2012年12月31日閲覧英国新1ポンド効果が流通開始へ afphttp://www.afpb.com b スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ31230712017年3月30日閲覧。AB ニューヨーク連邦準備銀行のホーリンエクスチェンジレイツヒストリカルサーチをもとにした。ありがとうございます。